うっす、うっす。ですね、おはようございます。ですね、本日ですね、はですね、はい、2023年、11月8日水曜日、7時11分23秒でございます。はい、ということでですね、今日ですね、何時だ、今日ですね、久々早起きしたんですね。早起きというか、正確には寝ないで、もうこのまま朝まで起きちまおうということでね、寝ないでね、起きてるんですけども、朝ね、早起きだろうが、夜通しだろうが、朝日っていいですね。やっぱ朝起きてる状態でいるってことはすごい心よいですね。はい、まあ話、はい、ってことでね、話は変わりましてですね、どうやら今日朝気づいたんですけど、いや昨日ですね、私が通っておりますね、大学の方からですね、こんなね、舐めたメールが届きました。それがこちらです。ちょっとね、詳細について、電池が、うるせえよ。詳細についてはですね、ちょっと編集でちょっとガチャンコして乗っかけておきますが、重要 GTEC 受験のお知らせ、受験についてってあるんですわ。もし電池切れたらスマホで撮るわ。読みます。連絡タイトル、重要 GTEC の受験について必須。連絡内容、待ってよ、飛ばそう。下記の通り、 GTEC 2023年度1年生英語テストを実施します。添付の GTEC 受験案内をよく確認し、必ず受験内に受験してください。添付ファイルは転送メールには添付されませんので、ポータルにログインして確認してください。 GTEC の受験結果は2年次のクラス分けの資料となります。未試験の場合は2年次、必修英語科目の履修に支障をきたす可能性がありますので、必ず期間内に受験してください。受験対象者、留学1、2年次生、留学生を除く。受験期間、令和5年11月14日火曜日から12月18日月曜日まで。受験方法、自宅でオンライン受験。受験には Windows 10、11または MacOS 10.05、カルタリナ以上、MacOS 13.0、ベルチュラまでの PC が必要です。受験環境がなく、自宅で受験できない学生は、教務チーム02733に申し出てください。なお、主催のベネセコーポレーション様より GTEC の紹介動画が届きましたので、ご案内します。以下からご確認ください。だそうです。あのね、これについてね、一つ言いたいことがあるんですけども、GTEC 受けさせるぐらいならさ、 TOEIC 受けさせたらどうなんですかね。え、就活的にさ、まず言わせるんだけど、みんなさ、TOEIC に向けて勉強してるやんけ。就活に向けて。就活でさ、もう、なんか英語のスキルアピールするっつったらさ、みんな GTEC 何点取りましたとかって、書くんですよね。やるんだ、どうせ金払ってやるんだったらさ、GTEC じゃなくてさ、TOEIC やるよってボケが。ちょっとでもね、てかね、僕このねテストの存在知ってたんですよ、あらかじめ。っていうのもですね、ちょっとごめんね、話がぐちゃぐちゃになって申し訳ありませんが、どこだったっけな、ちょっと待ってね、重要情報映ったら やだな。ですね、これか、あったですね、これ私がね、大学でね、入学するときですね、入学前だ、入学前にね、入学手続きの手引きってございまして、
これね、うん、それで、第3ページにですね、入学後のね、まあいいや、まあ、出しいいかも、11号だから、ね、納入金についてってあるんですね、これ、横に GTEC 受験料ってあるんですわ、授業料が52万800円、GTEC 受験料7260円ってあるんですよね、うん、そう、それこの詩織見たときに、GTEC 受けさせられるのかよって思ったんですよね。まあでも GTEC 受けさせるにしても多分年度が始まってすぐ4月とか5月に新入生の見せしめじゃないけどさ、腕止めしとか言うかさ、お前ら勉強しとるかっていうさ、やつで受けされるのかなって思ったら11月に受けるんすね。ちょっとこれはびっくりしました。この存在知ってはいたけど言われて久々に思い出しましたわ。なんで11月に受けんの？意味あんのそれ。4月か5月じゃないの？まあまあ GTEC の日程の関係だと思いますけど、うん。てかね、うん。で、あとさっきGTEC やるならトイックやれやって言いましたけど、それよりも一番腹立ってるのはさ、うん。ベネッセに利権だよね、これ。ベネッセ利権気持ちいいか？おい。聞いてんのか？あ、ベネッセの役員、岡山から署名を漏らして聞いてるか？大学にさ、すり寄ってさ、大学の幹部とさ、癒着してさ、学生に無理やり GTEC 受けさせてるんやろ、お前。GTEC だって、まるで無意味ってことはね、ないですけど、普通、大学の生のキャリアのことを考えたらさ、文系大学生なんてさ、もうほとんどは院行かねえでさ、4年で卒業、4年まあ、基本的に4年卒業で卒業したらさ、もうさっさと就職しちゃうじゃん。そのこと、キャリアのこと考えたらさ、トイックの方がいいに決まってるやろな。ごめんね、俺ちょっとあんまうるさくしちゃったね。緊張迷惑だからさ。うん。でね、なんだっけ、近所迷惑、うん、まあそうだな、うん、てかこのビジネス意見についてはちょっと話すんですけど、正直高校、皆さんも経験あるかもしれないですけど、特に自称心の方、まあ普通自称人じゃない高校だったらあるかどうかわからんけど、私もですね、高校在学中にですね、GTEC 受けさせられたんですよね、年に数回。まあ、高校の方が、自称人の方が、ベネッセ利権ひどかったから、うん、なんかベネッセ、なんかスターサポートとかいう、なんかよくわからん、意味わからんさ、なんか変なテストみたいなやらされたりとかさ、したんですわ、無理やりで。うん、まあ、なんならそんな嫌だったら入んなよって話なんですけど、まあもまあ、その通りなんだけど、うん、だからでも本当にね、ベネッセ利権ひどいんですよね、あの自称心って。ちょっと自称心の話になっちゃうんだけど、一瞬ね、うん、なんかスターサポやらされたりとか、模試だって真剣模試やしね、うん、真剣模試の結果で指定校推薦、指定校推薦なんてさ、ぬるま湯ってことはさ、前提条件で言いますが、指定校推薦とかでも、なんか合否結果に関わるじゃないですか、あれ。うん、だから、学校の内部のね、指定校推薦の学校内での内部審査の時に、ちゃんと通したいからって、メルカリから、回答買って、真剣模試やっとりゃ、やつとか、バカギいるじゃないですか。ね。うん。まあ、そういうレベルで、結構、なんだろう、真剣模試とか結構、来年ね、学校で対応されたりとかね、うん、学校で信頼を置かれてたりとか、うん、あと、教師がベネッセ信者とか、このスタサポはいいよみたいなね、統一教会みたいな、つぼうよみたいな、壺売りみたいなことしたんですわ。はっきりはっきりみたいな、そういうベネッセ信者みたいな教師がゴロゴロいるんですわね。ほんとね、すごい癒着してですね、もう入った当初から気持ち悪くてね、ヘド出たでね、ヘドが出ましたよ。ほんとにね、もうせっかくもう自称心もねやめてね、大学に来たと思ったら
これですよ。もう実証心じゃないんだからやめてくれよ。もうベネッセ利権とかさ、大学にまであると思わなかったわ。大学で GTEC 受けさせられるとか思わんかったな。もうこれ十中八九、もうどっかけてベネッセ利権でしょね。ちょっと、いや見てんだろ、はい、大学なり、まあどちらかというと申したいのは大学というよりかは自称心ですね。まあ普通の高校でも GTEC 無理やり受けさせ、GTEC 利権あるかもしんねえけど、自称心の、おい、先行でも見てんだろ、はい、いい加減さ、ベネッセ利権やめてください。うん、はっきり言います。うん、利権です。盾つきます。うん、国家刑事ぐらいなんだか知らねえけどよ、ね、もう余計な金取らせるのやめてください。そんな金、ね、真剣模試にね、学歴中の皆さんがおっしゃってますけども、ベネッセ、真剣模試塗る前だとか言ってますけどもね、うん、まああれもてて、ピンからキリまで受けさせているから、まあそれで偏差値が、なんだろう、ぬるめで出ちゃう、なんか高めで出ちゃうっていうのもまああるんですけど、まあまあそれは別に、まあ仕方ないか。それは別に責任追及するとかそういう話じゃないんだけど、うん。なんかさ、全国ピンからキリまでの高校でさ、ベネッセの教材売りまくって金稼ぐとかさ、ねえ、ほんと金の重さですよ。泣きましたよ僕。泣きました。うん、ちょっと言葉出ないわ。ちょっと、話まとまんねえわ。ベネッセ利権とにかくやめてください。気持ち悪いからさ。うん、てか、ベネッセ利権で気持ちは、ベネッセのやつ、うん、わざわざ受けたくねえなってさ、思ってるさ、受験生キッズたちいると思うんだけども、そういう子たちはもうやめてください。さっさと大学やめて、大学間違えた、学校やめて、通信制高校行くなりして、浮いた金を、塾に課金しなさい。うん、そうしなさい。うん、まあ、別にベネッセの教材好きだって人はいいですよ。それならどうぞそれがいいじゃない、やったらいいじゃないっていう話なんだけどね。まさかここまで来てね、あと自称心やめたのにね、まだベネッセ利権を目の当たりするとは、悲しいことですよ。まあ私立大学だったらどうなのかな、わかんないな。私立大学通ってる方いらっしゃいましたら、ちょっとベネッセ利権あるかどうかちょっと聞いてほしいんですけど、ちょっとここまで来てね、ベネッセ利権あるとは思いませんでした。まあ別に GTEC の成績がGTEC の成績が2年次の成績に響くってさ、2年次の学科選択に響くってさ、学科通過、うん、まあ、クラス選択に響くってさ、なんか受けさせられ、うん、ただの英語のスキルを身につけさ、資格を身につけさせようじゃなくて、見るからに教材にしてますよね、完全に。TOEIC 一人でも多くのやつらに、人たちに TOEIC 取らせて資格キャリアアップにつなげさせようとか、そういうのじゃなくて、見るからにこれ教材扱いですよね。もう本当に受けたくないんだけど、受けたくないんだけど、受けるしかないんだけど、受けますけど、成績に関わるんで、ベネッセ利権ね、ちょっとこれはね、社会問題だと思いますよ、ベネッセ利権。全国にいろいろ点で、いろいろ全国的にもう行われている やつですからね、蛮行ですよ。利権国家ね、このような利権で、この国はね、利権で成り立っているようなもんだからさ、中抜き万歳やからさ、ね、なんとかメス入れねえてよ。だから BBC の記者なりさ、またジャニーズ問題にさ、なんかジャニーズ問題みたいに外からメス入れてよ。あれだったら玉こんにゃくにさ、玉ようかんにさ、つまじい刺すような感じでさ、外からの外圧かかんねえと、この国は動かねえからさ、やっちゃってくれよ、ABC の、アメリカの ABC の方なり、イギリスの BBC の方なり、やってくれよ、ベネッセ利権にやってくれ、盾ついてくれや。お願いだ、もう、俺はこうやって頭下げるしかねえ。お願いします。うん。まあ、俺はベネッセ利権と戦うよ。うん、まあ、今回は自分のことを考え、自分の成績のことを考えて受けますけど、早くね、ベネッセ利権潰さなくちゃいけない。うん、まあ教材費が安いから学校も選んじゃうっていうのもあるんですけどね。
話まとまんねえ、ぐちゃぐちゃになっちゃった。よし、まあいいや、おりやす。ご支援、チャンネル登録だの、ご支援の方よろしく、いただけたら、最悪でございます。